Cam with me. が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。やれやれ、同じ熱くなるなら真田幸村でも見習いな。この国は最高さま。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜなあ。実証こないだ稽古でしごかれたんだ。それに比べりゃなんてことないぜ。陣ならまだ残ってるし気にしない気にしない。いつの敵だ。締め出してやれ。お任せを。戦え。他国の男どもに好き勝手させるな。この花言葉は定説。守ってみせます。女が偉い、女が強い、それは乙女がゆえ。乙女は倒れても倒れても起き上がる。何度でも。実際俺らそこそこ鍛えられちゃってるから強いぜ。覚悟が決まっていることだけは疑いようもねえ。捕縛の準備は万全か。どうにも気の利く連中だ。政宗様を一人にするな。そばにつけ。任せてください小十郎様。虫取りなでしこの花言葉は罠、逃がしません。女の輝きは男以上の努力と根性の賜物だ。やりづらければそういいな。俺でも小十郎でもいい。御意っす。望んだ通りの成果、どうにもままならねえもんだ。カスタナデスコの花言葉は強烈な愛、奪わせないわ。おい、ちょっとよく見とけよ、新入りども。竜王閣下のぶっ込みをな。この強引さがイーの男どもには全く足りていない。これ以上はイー家の保険に関わる。道を開けろ。ナオトラが出るぞ。ナオトラ様、まだ戦えます。あなた様はそこで、あの方が戻ってきた時なんだ。
決して朽ち果てはしない。お前の命は異の国の礎だ。みだりに捨てるな。はい。竜王降臨の前座はこの俺にドーンとお任せください。セクレッションレイ。せいぜい調子に乗って油断しろ。天下上等、かかってきな。実のところ、敵さんは全く怖くないんだよね。じゃあ何が怖いかって、そりゃ、おっナオトラ様、負けても怒らないでくださいね。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。様なら何とかしてくれるよね。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。どんまい、誰に劣ろうとあんたはあんただ。俺たちなりに最善は尽くしました。はい。小十郎にしかできねえとでも思ったか。できねえ。情けないぞ貴様ら、もっと意気地を見せろ。あ、大丈夫か。さあ、乙女の八幡に何という無体を。男って結構褒められて伸びるってとこ
よね。なでしこ隊がやられた？なら俺たちで叶うわけがねえ。焦んでねえ、それだけは分かるぜ。上等、かかってきな。新入りがたくさん来るといいっすね。きっと待って、どう攻めるかね。これくらいなんだ。天下上等、ナオトラ様のしごきに比べたら。まあめげないだけが取り柄の男衆ですから。男衆、覚悟はできて。いるな。こら、なでしこ。お前たちもだ。申し訳ありません。これ以上、私の乙女たちを傷つけるなら、この国がある主、ナオトラが相手だ。ナオトラ様、いつも通りで本当にすみません。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。世の乙女たちの幸せのために。いざ。男衆は期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。かかってきな。遅れねえぞ。技は見て盗まないとな。ナオトラ様もお婿さんもらったら少しは。ないか。ないない。誰もが抱き立ち直れるよ。
そこで見ているあんた、あんたは一体どう思う？お前が歩むのは汚れなき乙女の道、その先にて私は待つ。邪魔だ邪魔だ、トーガレーと馬で引いちまうぜ。乙女ばかり、国の行く末もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。これだけは言えそうだな。あんたは真田幸村以下だ。貴様、私にとって一体どれだけの侮辱だと。王が勝利にへばりつくものって誰が決めた。先生、ジャスキーで俺を食おうってのかい。なんだと言いたかねえな。言い出したのは仕方ねえ。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって。俺が進むは竜の道、フォローミー。後悔はさせねえぜ。